朝マックに朝ごはんにやってきました。それでは店内入りたいと思います。メニューこれ迷うんですよね。あ、そうそう、以前あったボックスに入ったボリュームたっぷりのメニュー、ビッグブレックファーストだったかな。あ、こちらのメニューですね。ビッグブレックファーストバーガーと、あ、バーガーじゃないや、ビッグブレックファースト。これ私がバーガー作ったんですけど、これ今メニューからなくなっちゃったんですね。まあ、これが食べたかったんですけど、で、こちらのビッグブレックファーストの動画は、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。さて、そんな中、メニュー迷ってますが、私、ビッグブレックファーストがまだあると思ってたんで、ここに来てないことに気づいて、まあ、どうしようかなと思って迷ってたんですが、こちらをオーダーしました。やってきましたよ、これ。朝マックです。もうこの見た目の雰囲気ですよね。もう食べる前から癒されちゃいますよね。で、私は、グリドルにしたんですね。で、ナゲットは2種類オーダーしました。それではね、セッティング完了しました。それでは朝マックいただきます。まずはね、揚げたて熱々のハッシュドポテト。この揚げたて熱々、やっぱ美味しいですからね。あ、周りがカリッとして中ホクホクなんですね。で、このね、ちょうどいい塩梅がいいですね。絶妙な塩加減。じゃがいもの美味しさも味わえるこのハッシュドポテト、美味しいですよ。中がね、ホクホクなんですよね。さて、ナゲットですよね。これ、通常ナゲット、まだね、ハッシュドポテト食べてるんですよ。一旦置いて、次はナゲット行きましょうか。これ普通のナゲットでしょ。向こうがスパイシーナゲットですよ。このナゲットにつけるソースは、こちらですね。トリプルスパイシーとサワークリームオニオンですね。それではいただきます。どっちからにしましょうかね。まずはね、オリジナルのナゲットリスペクトということで、まずはオリジナルからいただきます。ソースはこちらですね、オニオンですね。それではナゲットにオニオンソースをちょい付けしていただきます。美味しそうですね。あ、オニオンソース、酸味がいいですね。爽やかな酸味がよりね、食をそそってくれますよね。さて、お次はスパイシーナゲットじゃなくて、ハッシュドポテトにしました。これもまだね、熱々なんですよ。カリッとしてホクッとするんで、もうね、美味しい、癒される美味しさなんですよね。さて、美味しくハッシュドポテトを食べ終えてないです。まだちょっと残ってません。そろそろスパイシーに行きたいと思います。このスパイシー結構人気ありますよね。夏なので、スパイシー系、あと酸味系のメニューが結構出てきてますよね。このスパイシーチキンナゲットはもうね、ソースつけずにそのままで、ナゲットリスペクトということで、そのままいただきましたが、これピリ辛で美味しいんですよ。チキンの旨味がじゅわっと出るんですよね。そこにピリ辛なスパイシーテイストは、これもね、夏にぴったりですね。ナゲットのこのテイスト、本当美味しいですね。さて、グリドルですよ。こんな感じですよ。ソーセージチーズグリドルです。このね、メープルシロップ染みたバンズがふわふわなんですよね。これが美味しい。スイーツなんだかバーガーなんだか分かんなくなっちゃいますが、この甘じょっぱさがもう癖になりますよね。このパンケーキ、ほんとふわふわですね。そしてシロップしみしみなんですよね。そこにポークパテの肉汁じゅわりで、チーズのしょっぱさが来て、そして目玉焼きのプルルンが入るんで、食感とね、テイストの重なりの分厚さがすごいですね。通常の朝のバーガーよりも、より分厚いテイストの奥行きありますね。そしてここでスパイシーいっておきましょうか。スパイシーにトリプルソースつけましたよ。あ、これもね、コクがあって美味しい。このソース、コクがあるんですよね。スパイシーな香りの中にコクがあって、このナゲットに本当よく合いますね。とっても美味しいです。さて、甘じょっぱい、食感がね、ふわっとしてプルンとしたこの、グリドル食べてますが、これ何かに似てるかと思ったら、これ雪の宿のメープルにテイストが似てますね。雪の宿も甘じょっぱくて美味しいですからね。さて、グリドル食べ進んでますが、このね、最後までね、この甘い、パンケーキ、美味しいんですよね。しみしみなんですよね。そこにしょっぱいポークパテはもう反則ですね。そしてこの目玉焼きのね、白身のプルルンがたまんないね。もうプルンプルン言ってますよね。もう息がいいですよね。とっても美味しいですね。ということで、朝マックの食べ動画でした。ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。